沖縄が日本に復帰してから50年となる5月15日、沖縄県と政府の共催による記念式典が沖縄と東京の2会場で開かれました。そこでは、岸田首相、玉城知事の式辞に続き、オンラインで出席した天皇陛下がお言葉を述べられました。早速、その様子について見ていきましょう。ぜひ、最後までご覧ください。沖縄復帰50周年にあたり、本日沖縄と東京をオンラインでつなぎ、記念式典が開催されることを誠に喜ばしく思います。先の大戦で悲惨な地上戦の舞台となり、戦後も約27年間にわたり日本国の施政下から外れた沖縄は、日米両国の友好と信頼に基づき、50年前の今日、本土への復帰を果たしました。大戦で多くの尊い命が失われた沖縄において、人々は、ぬちる宝、命とこそ宝の思いを深められたと伺っていますが、その後も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史に思いをいたしつつ、この式典に臨むことに深い感慨を覚えます。本土復帰の日、中学1年生であった私は、両親と一緒にニュースを見たことをよく覚えています。そして、復帰から15年を経た昭和62年、国民体育大会、夏季大会の折に初めて沖縄を訪れました。その当時と比べても沖縄は発展を遂げ、県民生活も向上したと伺います。沖縄県民をはじめとする多くの人々の長年にわたるたゆみない努力に深く敬意を表します。一方で沖縄には今なお様々な課題が残されています。今後、若い世代を含め、広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望するとともに、今後ともこれまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っています。美しい海をはじめとする自然に恵まれ、豊かな歴史、伝統、文化を育んできた沖縄は、多くの魅力を有しています。沖縄の一層の発展と人々の幸せを祈り、式典に寄せる言葉といたします。天皇皇后両陛下は5月15日、東京と沖縄で同時開催された沖縄復帰50周年記念式典にオンラインで出席されました。両陛下は沖縄に思いを寄せてきた上皇ご夫妻の姿勢を継承。沖縄の人々の多くの苦難を決して忘れてはならないとし、思いを寄せ続けています。皇居御所からオンラインで出席した陛下のお言葉では、沖縄には今なお様々な課題が残されていますと言及。今後、若い世代を含め、広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望するとともに、今後とも、これまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っていますと続けています。疎開経験のある上皇ご夫妻は沖縄を繰り返し訪れ、戦没者を慰霊。戦争の傷跡や人々の苦しみに向き合いました。昭和天皇の戦争責任を問う声が根強い中、皇太子ご夫妻時代の1975年の初訪問時に過激派から火炎瓶を投げられたこともありましたが、上皇様は、
この地に心を寄せ続けていくと談話で宣言。戦後50年の慰霊の旅などを含め、退位までにご夫妻で計11回訪れました。上皇さまは、天皇としての最後の誕生日を前にした会見で、沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せていくとの私どもの思いは、これからも変わることはありませんと発言。戦後の平和と繁栄が多くの犠牲と、国民のたゆみない努力で築かれたことを忘れず、戦後生まれの人々にもこのことを正しく伝えていくことが大切と述べています。陛下や秋篠宮様は、幼少期からご夫妻を通じて沖縄の歴史や文化を学びました。ご夫妻は、お子様方を同席させ、沖縄から訪れた、豆記者と呼ばれる学生と交流。6月23日の沖縄慰霊の日などに黙祷を捧げてきたのです。上皇様が即位後は、陛下や皇后様が豆記者と交流し、2016年には愛子様も加わってバレーボールを楽しんだことも。陛下は、戦後70年にあたる2015年の誕生日前の会見で、戦争の記憶が薄れようとしている今日、謙虚に過去を振り返るとともに、戦争を体験した世代から戦争を知らない世代に、悲惨な体験や日本が辿った歴史が正しく伝えられていくことが大切であると考えています、と述べています。即位前、戦没者慰霊の話題が出た際には戦争を知らない世代だからこそ、風化させないよう一層意識的になる必要性を皇室関係者らに示したといいます。今年2月の誕生日に先立つ会見では、沖縄の人々が多くの苦難を乗り越えてきたことを、決して忘れてはならないとも述べています。復帰50周年式典にオンライン出席、本当にご苦労様でした。豊かな未来が沖縄には、とても沖縄の皆さんの心に深く響いたと思います。当時は中学生で上皇様と一緒に体験されたとのこと。中学生なら戦争や沖縄の件は全て理解されていたと思います。沖縄は昔、アメリカだったことを今の若者たちは知らない人が多いです。昔から沖縄は日本が当たり前だと。戦争の件も沖縄の件も次第に忘れられていきます。過去の歴史になっています。我々はこの件を後世に正確に伝えていくためにも、このような行事は代々発信していかねばならないですね。天皇陛下がこういう式典にお言葉を残すことが一番伝わっていくことになるでしょうね。天皇陛下は、沖縄に思いを寄せてきた上皇ご夫妻の姿勢を継承。沖縄の人々の多くの苦難を、決して忘れてはならないとして、思いを寄せ続けています。上皇陛下の会見で、涙交じりの声で沖縄への深い思いを伝えていたこと、が思い出され、あの会見が時の政権に伝わるのを願うも、上皇陛下のお考えとは、真っ向から対立していたのが心をよぎります。聡明でいつもどんな場合でも、世の中の状況と国民の気持ちを思いいただきありがたいです。天皇両陛下のお言葉と温かい真心で、国民の平和を願う気持ちも一層強く感じられたことでしょう。愛子さまもご両親様の姿勢をご覧になり、一層素晴らしい皇族となられると思います。令和の次の時代は、愛子さまに担っていただければとても嬉しいです。まだまだ、感染症も落ち着いていませんし、オンライン出席でも十分にお気持ちは伝わったと思います。陛下が会場においでになれば、主催者側も会場内での感染を危惧し、緊張も走るでしょうし、いつも相手側に立ってお考えになる陛下らしいお気持ちの表れだとお察しいたします。昭和天皇から引き継がれてきた沖縄に対する特別な思いは、今上天皇もお持ちであることは間違いないと思いますので、早く現地に向かいたいという願っていらっしゃるでしょうね。天皇陛下は、本日のお召し物でもしっかりお心をお示しされていた気がいたしました。陛下のネクタイは、琉球の織物の模様だったかとお見受けいたしました。そのような細やかなご配慮一つ一つも沖縄の人は嬉しく感じると思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。